ココルームラジオ、ココルームラジオその15。皆さんどうも、天行倉です。僕がココルームに来てから約3ヶ月半、初夏の日差しが眩しかった季節から気づけば虫の音が心地いい秋になりました。ココルームにいるといろんな出会いがあります。正直なところ、毎日場を開いているココルームってもはや道の延長みたいな場所じゃないかと思ってしまいます。ダイバーシティやソーシャルインクルージョンという言葉がキャンペーンのように声高に社会に叫ばれるようになるずっと前から、マジョリティやらマイノリティやら全部グラデーションで一緒くたに混じり合って、本当にいろんな人たちが共に暮らしてきた釜ヶ崎と呼ばれるこの地域のみんなが通る道、その道の延長線上に続いていく新たな道そのものに、ココルームという場所はなりつつあるのかな、なんて最近勝手に考えています。さて、今日のココルームカフェのコーナーでは、そんなココルームにやってくるいろんな人たちの一人で、美学を専門に批評活動をしている横道仁志くんとお話ししています。僕が興味を惹かれてやまない横道くんは、とてもスタイリッシュでスマートな印象を与える青年ですが、話をしているとどうやら中身はまた違った個性を持っているようです。 Hola meus amigos, tudo bem? はい、今日はココルームカフェに僕がとっても興味を持っている大学の先生ですか？先生ではあるけど非常勤講師で、非常勤講師ですね。横道仁志くんに来てもらっています。こんにちは。はい、横道くんはですね、ココルームで映画の解説をリモート授業ですか、オンライン授業、そうですね、オンライン授業でですね、の録画を、まあ、ココルームでして、慶応大学、そうですね、はい、の学生さんたちに届けている作業をココルームにしに来た時に知り合いました。いや、お世話になってます。この声を聞いてももう分かると思うんですけど、なんか独特の、雰囲気と、はい、洗練されたスタイルというか授業スタイルもすごいシャープなナイフというか、キレッキレな感じで映画の解説を、まあ、大事なシーン大事なシーンやっていくんですけど、ココルームのメンバーは一応オーディエンス代わりですかね。そうですね、いじられ役として授業に協力していただいております、はい、誘ってもらって参加させてもらってるという、まあ、非常に光栄なラッキーな役割なんですけど、そもそも横道くんがココルームと出会ったきっかけっていうのは何だったんでしょう？ココルームでは釜ヶ崎芸術大学といいまして、はい、まあ各うちの、まあ、大学の先生とかを招聘して、うん、まあ、ココルームに来てるお客さん向けに講座をやるみたいな企画があるんですね、うん、釜芸ですね。そうですね、その釜芸の一環として僕も、まあ、うん、大阪大学の田中先生という方の、あ、はい、まあ、仲介でやらせていただくことになりまして、はい、まあ、もう結構長いかもしれませんね、2、3年近くやってるんじゃないですかね。といっても、まあ、釜芸は年に1回か2回程度しかやらないんですけれども、はいはい、その時担当されたのはどういう内容の講義だったんですか？一番最初はね、かなり無茶ぶりで釜ヶ崎 SF をやってくれと言われたんですよ。釜ヶ崎 SF？ はい、というのも僕まあ、本業はその大学で、まあ、教えるということをしてるんですけども、はい、はい、副業でその SF とかのまあ批評をやってまして。おー、そうなんだ。多分どっかが田中先生からお聞きになったんですかね、はい、上田さんが、はい、まあ、SF をまあ仕事にしてらっしゃるなら釜ヶ崎 SF やってくださいよっていうすごい無茶ぶりを無茶ぶりだよね。釜ヶ崎 SF っていうのは、はいはいはい、何ですか、その釜ヶ崎にまつわる SF を SF というものをやってくれと。いや、小説を探し出してそれについて、はい、まあ、解説してくれという。釜ヶ崎にまつわる SF を探し出して、そうで、それについて解説してくれと。まず探し出すって実際あったんですか、釜ヶ崎にまつわる。あったんですよ、2つありまして。2つ、ですね、今ちょっとタイトルを忘れちゃったんで検索してるんですけれども、はい、1つはね、
小松左京という、まあ、すごい有名な小作家さん、はい、日本沈没とか、はいはい、復活の日とかをお書きになってる、まあ、小松左京さんの短編に鎌ヶ崎を、まあ、舞台にした SF がありまして、うんうん、わお、それは横道くんはその話を振られた時に思いついたんですか、はい、あ、そういえばあったなと、それはあったなっていうのは思いついたんですけども、ただちょっと解説しづらい短編ではあったんですね。その解説しやすいしにくいって言いますのは、うんうんうん、つまりまあ普通に読んで、あ、面白いなで終わる小説って、うん、まあ、それだけじゃないですか、うんうんうん、だから別にそれ以上僕から何か付け加えることはないんですけども、はいはい、実は一読してその、済むんじゃなくて、うん、裏の意味が隠れているというか、うーん、例えば何でしょうね、まあ、物語の裏になんか実は隠れた秘密のテーマがあったりとか、はい、そういう作品でしたらば僕の方で解説ができると。ははー、そういうことか。で、実際それはそういう作品ではなかった、なかったんですね、小松左京先生の作品は。あ、じゃあちょっとやりにくいなという印象だったんですね。そうなんですよ。で、今探してます、はい、もう一個、はい、タイトル出てこないのすごい著者さんになんかかなり失礼なんですけどもそれはまたちょっと小松左京さんの鎌ヶ崎 SF とは違うパターンだったんですか。そうですね、ね、うん、演劇が、まあ、ベースになってる SF 小説でして。へー、ちょっと待ってくださいね。いいですよ、全然ここ後でカットしてください、ね、はい、全然そういう風に言ってたら入れるからね思い出しました、はい、来てけつかるべき新世界。来てけつかるべき新世界っていうのがタイトルですね。そうですね、まあ、新世界周辺を舞台にした、はい、元は演劇なんですけども、それ、まあ、戯曲というか台本を、はい、まあ、単行本化したという SF がありまして、はい、SF っていうと僕のざっくりしたイメージだと宇宙とかね、オカルトとかね、よく得体の知れない未知な存在とかね、そうですね、そういうの存在想像するんだけど、これはどうなんですか。これはね、例えば、うん、ドラえもんも SF ですよね。あ、そうですね。ドラえもんって、まあ、日常生活の中にあの青だぬきという奇妙な存在がいて4次元ポケットから不思議な道具を出してっていう風に、はいはい、日常舞台ベースだけれども、うん、そこに異物が混ざるわけじゃないですか。ですね、来てけつかるべき新世界もそういうタイプの、まあ、SF というか演劇でして、はい、まあ、舞台は、まあ、僕たちの知ってる新世界、それこそあの通天閣のね、うん、お膝元が舞台なんですけども、はい、そこにまあちょっと近未来的な、うんうん、まあ、道具立てなんかが出てくるみたいな。で、だん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 、まあ、単一の話じゃなくて、はい、まあ、短編集というか続きものの短編みたいな感じで、はい、1話ごとに少しずつ、まあ、新世界が様変わりしていくんですね。お、最終的にはだからなんかすごい未来的な SF になるんですけども。あ、そうなんですね。その2つをテーマに鎌ヶ谷やられた。まあ、だからその全部解説しきることはさすがにできないので、うん、全部、まあ、解説しようと思ったら一本の長編小説分ぐらいの分量になるので、はいはい、まあ、第一章だけの解説、はい、そちらはまあ結構解説のしがいがあった感じでして、アーサーさんがすごいお気に入りでしたね、はい、あ、そうですか。解説が、へえ、それがじゃあそもそも、ココルームと出会うきっかけ。そうですね、初めて仕事させていただいたのはそれが、まあ、うんうん、最初のことでした。ただ、まあ、鎌ヶ崎 SF 見つけれたのはそれだけなので、うん、てか長持ちする、まあ、お話にならないので。あ、そうか。次回以降はちょっともう SF というし、あ、はい、まあ、だから鎌ヶ崎という縛りは勘弁してくれみたいな感じで、はいはい、まあ、小説を解説したり、うん、哲学の解説をしたり、うん、絵画の解説をしたり、詩の解説をしたりみたいな感じで今までやってきたって感じですね。横道くんは美学だったり哲学り。あ、そうです、まさにズバリ美学というものを、まあ、はい、専門の研究としております。はい、美学芸術学ですね。評論を始めたのは僕が大学院生修士の頃ですから、二十何歳かの時ですね。はい、でその頃は別に SF に絞ってたわけじゃないんですか。いや、むしろそれが SF だったんですよ。早川書房っていって SF 専門の出版社さんがありまして、はいはいはい、そこが SF 評論賞というものを、はい、まあ、なんとか新しくお始めになったんですね。はい、まあ、結構すぐ終わっちゃったんですけど、はいはい、でその第1回に応募して、はいはい、まあ、僕がそのまあ受賞したんですね。わお。それきっかけで、まあ、時々 SF の関係の仕事を回してもらえるようになったって感じですね。はい、へー。で今のこの例えば慶応大学の授業ですけど、はいはい、例えば映画解説みたいにされてますよね。
そうですね、まあ、そのためにココルームさんでまあ映画解説を録画していただいてるみたいなところがありますからね。それはジャンル的には横道くんにとってはどういう分野でこれをやってるんですか？映画はね、基本的に僕は何でも解説できます、うん、ただまあ、シナリオがきちんとしてる映画ですね。逆になんかシナリオの存在しない、ほらちょっとまあ古いですけどアンダルシアの犬みたいな、シュールリアリスティックな映画とかそういうのはちょっと解説しにくいですかね。僕はあくまで物語の解説がメインですので、本当に横道くんの授業に出たら分かると思うんだけど、もう解説がキレッキレなんですよね。ここではこういう前振りがあったりとか伏線張ってあったりとかで、まあ、何気なくシーンが過ぎていきましたけど、実はここはまあこういう意味合いを持ってるんですとか言われてみて、あ、なるほどねって分かることが結構多くて本当にいつも感心してるんだけど、横道くんは1本最初に1回見たらもう分かっちゃうんですか？そういう大体分かります、あの作家の意図というか監督とか脚本の、まあ、そうですね、分かりますね。それって勉強してきたから？これはね、だから、いつも学生に説明するのは、蕎麦屋の手習いみたいなもんなんですよ。本当かどうか知らないんですけども、はい、お蕎麦屋さんって弟子を育てるときに、蕎麦の打ち方を懇切丁寧に教えないそうなんですよ、弟子は師匠が蕎麦を打ってるのを横から盗み見て、自分のなんか技としないといけないそうなんですね。僕もこの技を、要するに僕の先生から盗んだんですね。僕の先生はね、キリスト教思想を研究しながら、はい、一方ではその映画研究もしてるっていうちょっと懈怠な人だったんですよ。その先生の技を盗ませていただいたって感じですね、うん、はあ、それは、まあ、要は先生が懇切丁寧にここはこういう見方をするんだよとかメソッドを教えてくれたわけじゃないんでしょ？先生はだから授業で映画解説はしますけれども、うん、あくまでその作品解説なので、うん、そのまあ技術を一般化するわけじゃないです、うん、一般化っていうのは要するにどんな映画にも適用できるような本当にメソッドを解説してくれるわけじゃなくて、うんうん、作品にだから密着する 方法というか姿勢ですよね、うんうん、スタンスを先生から学んだって感じですね。へー、でも実際にそこを読み解く能力っていうのはまあ自分で鍛錬したっていう感じ、場数でしょうね、場数、うん、だから多分誰にでもできることではあるとは思うんですよ。でもめちゃくちゃ感性が問われる仕事だとも思うんですよね。僕はね、自分では感性ないと思ってるんですよ。へー、要するにセンスが鋭い人は技術を学ぶ必要なんてないんですよ、うん、テクニックとかね、うん、見ただけで自分の感じたことを多分素直に話せば、うん、それでまあなんていうか一発の批評というか解説になる、うん、でも僕みたいにどんくさくて、うん、なんでしょうね、頭の回転が鈍い人間こそがテクニックで作品を見て、うん、誰にでもまあシェアできる、まあ、解説を少なくとも目指せるじゃないかなと思う、うん、へえ、なんかね、映画とかってある意味、そこをどう読み解くかどう感じるかって十人十色のような気もしていて、はい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 、はい、そことね見誤っちゃいけないポイントみたいなものを、はいはい、まあ、横道くんの中で線引きみたいのってしてるの？それはだからさっき言った物語でしょうね。桃太郎の、おとぎ話の桃太郎ってあれじゃないですか、うん、あれを博愛主義の物語とはどうしても読めませんよ ね鬼倒しちゃうね、鬼を退治しますからね、鬼を退治するって言って一点にかけては、人を十人十色の解釈とか、自由な解釈っていうのはありえないわけじゃないですか。そうだね、完全懲悪みたいな。もちろんその桃太郎が鬼を退治したっていうのを、どういうそのテーマで、まあ考えるか、例えば悪は駆逐しなければいけないとか、あるいは逆になんか人を傷つけるような正義は独りよがりの正義だとか、そこに関しては、まあ、多分十人十色の解釈っていうのはありえるでしょう、あるいはまあ時代が進んだらまた新しいテーマみたいなものが出てくるでしょう、でもその誤解のしようのない物語の、まあ、ポイントというか、抑えるべきところというのはあって、僕はそこの解説をしてるに過ぎないんですね。ただ、そうですね、実際に授業やるときには、抑えるべきその物語のなんかロジックの部分と、僕がこれをどう読んだかっていうその僕が考える限りのテーマの話ですよね、で、まあ、そんなに線引きできないんですね、っていうのもだって僕が見て僕が解説することなので、絶対に僕の価値観を、まあ、全く削ぎ落とすということはできないので、だね、
だからもし僕の授業がなんか、うん、面白いって仮にですよ、うん、思ってもらえるならば、うん、そこの部分、つまり僕がどういうふうな価値を作品に見出したかっていう部分は、うん、多分切り離せないかもしれませんね。横道くん、子どもの頃、はい、どういう子どもだったの？なんかこう自分の中のファンタジーを空想しては楽しんだりとか。ああ、マジで無味乾燥な子供だったと思うんですけどね。本当？無味乾燥な子供。ゲーム好きでファミコンばっかりやったんですけども、うんうんうん、同じゲームばっかりやってるんですよ。飽きずに。そう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 。それは一回よくいわゆる解くっていうか、すべての面をクリアするとか、そういうのもお構いなしに。そんな感じですね。リピートする。多分安全にクリアできるっていう、その安全が心地よかったんじゃないですか。あ、もう分かってるぞと、自分では何が起きるか。そんなつまらない子供でしたね。何の探求心もない。あ、そうなんだ。多分ね。でも一番興味持ってたものはファミコン以外に何か別にあったの？何でしょうね。本は読んでたと思うんですよ。例えばなんか、うん、まあ、ちょっと古いんですけれども、うんうん、まあ大人用の SF とかミステリーを児童用にカスタマイズというか、うんうん、まあちょっと書き直した文庫シリーズみたいなのがあったんですね、うんうん、そういうのの文庫はまあ読んでたと思いますね。だからまあその時から SF 好きっていうのがあったかもしれませんね、うん、あんまりそういうドキュメンタリー実話系じゃなくて、小学生でその実話系とか読む子いるんですかね、うん、ほらほら、偉人の、まあ一応ね、はい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 、一応ちょっと偶話っぽくはなるけど、ね、僕は電気物は逆に嫌いでしたね。あ、そう、なんか多分やっぱりこう誰かのそこにクリエイティビティがでしょうね。クリエイティビティは求めてた気がしますね。まあでもだからうん、すごいなんかなんでしょうね、古典ばっかり読み返してたっていうのは逆に良かったのかもしれませんね。ジュール・ベルヌとか西遊記とか、うん、ドン・キホーテとか、うんうん、大人になって読もうと思ってもなかなか読まないじゃないですか。でもそういう、 もう基本中の基本の古典みたいなも、うん、多分それはね、うん、子供用じゃなくて多分原点って言ったらおかしいですけど、うん、きちんとした翻訳を読んでたと思うんですよ、うん、そこは多分血肉になってるかもしれませんね。読書感想文とかさ、昔あったでしょ、はいはいはい、ありましたね、ありましたね。ああいうの得意だった？いやー、覚えてないですね。覚えてます？逆に天行さん。俺結構ね、得意だったんで覚えてるの。なるほどね。あの賞取ったりっていうか、はいはい、あ、すごい、それはすごいじゃないですか。賞取ったりっていうか、まあ、学校でね表彰してもらったりっていうのがあったんだけど、評論ってね、うん、俺にとってなんですけど、はい、ある意味ストーリーテリングだと思っていて。それはそうでしょうね、うん、こう人が気づかないところに、うん、こう光を当てて、うん、こういう見え方もできますよねみたいな、新たな側面を提示できる、うんうんうん、だからそこに新しい物語が生まれるというか、価値が生まれる、はいはいはい、という意味ではストーリーテリングだと思ってるんだけど、ね、横道くんにとってそうやって幼少期をいろんな物語と触れてきて、はい、今そういうものをフィードバックしてるような感じはあるんですか？映画解説でとか、まあ、多分ね、いろんな仕事で。この技術自体は本当に僕の先生からもう全面的に追っているので、うんうんうん、子供の頃の体験とかそういうものではないような気がしますね、うんうん、もし子供の頃の体験が関わってるとするならば、うんうん、好みでしょうね。好み、好み。あ、この物語はとか、つまりなんかちょっと説明が難しいんですけれども、うん、なんか小手先の作品とかに惑わされない、うんうん、きちんと、うん、なんでしょうね、新しい試みを、うん、まあ、追いかけてたり、あるいは徹底的に作り込んでたり、うん、そういうなんか作品を嗅ぎ分ける嗅覚みたいなものは身についたかもしれませんね。めっちゃ偉そうなこと言ってますけど、ね、いや、まあ、それね、それぐらいの才能ですから。いやいや、なんか天行さんの褒め殺しがすごい怖いんですけど。いや、ココルーム時々、まあ、出入りするようになって、はいはいはい、そうですね、今仕掛け3年ぐらい。横道くんにとってココルームって、うん、なんかどういう場所みたいな風に捉えて？ご飯が美味しい場所ですね。あ、いいね。でかいね、それは。あとなんかね、ここにいらっしゃる方、面白い方が多いですよね。あ、うん、そこに出入りする、もちろん天行さんも、ココルームに、ありがとうございます、ココルームにいる人たちが、うんうんうん、なかなか興味深いと。そうですね。へ、あと庭が落ち着きますね。あ、うん、この季節は蚊に食われまくるんですけど、ね、さっきもね、ちょっと大型で蚊をアトラクトしちゃうんだみたいな話してましたけど ね、ここっていわゆるゲストハウスとカフェのふりをしているサードプレイス的なね、うん、場所、はい、いろんな人がそれぞれいろんな事情を抱えながらやってきては、はい、まあ、出会いだったり、はい、変化を繰り返す場所っていうふうに、まあ、されてるというか、はい、その横道くんなりに見たココルームの
社会でのあり方というか、存在意義っていうほど大げさじゃないんですよね、うん、どのようなこう社会に対してのインパクトっていうかある。いやー、どういうような、そこは別に気にしなくていいんちゃうかって僕なんかは思っちゃうんですけどね、うんうん、つまり価値を決めるのは、うんうん、自分たちじゃなくて他人なんですよね、うん、批評っていうのはまさにそれで、つまり、うんうん、芸術家さんはめっちゃ苦労して作品を作りはるんですけども、うんうん、その作品の価値とか意味を決めるのは、うんうん、作り手さん自身じゃなくてそのなんか受け取り手なんですよね、うんうんうん、だから批評家っていうのは、ね、まあ、その価値の受け取り方の手助けとか、うんうん、まあ、ちょっと分かりにくい作品に触れるためのな機会をまあ提供するみたいなところがありまして、うんうんうん、だから批評家がやっぱ作品の価値を決めるっていうのもちょっと傲慢だと思うんですね。 あくまでバイパスみたいなもので、なるほどなるほど、っていう考え方をするならば、うん、まあだからココルームの人たちが俺たちの社会的価値はこうだって決めるっていうのはなんか逆にもったいない気がしまして、もう委ねたぐらい、そう、来る人来る人がそれは自然に受け取るというか、うん、来る人の心の中に自然に生まれるものですよね、うん、じゃないかなって思います。あ、でも本当そうかもしれないね。それこそやっぱり十人十色、うん、ね、まあ、あとだから例えば今の社会で評価されなくても10年後100年後200年後1000年後になんか評価されるかもしれませんし、うん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 、いつ何がどう転ぶかなんてなんか今の僕たちには分からないですよ ね、 ね。ただそこになんかジレンマがあって、やはりそこを経済で、まあ、継続していかなきゃいけないっていう、お金の話が来たら弱いですね。僕もお金持ちじゃないので。いや、でもいいんだよ、その横道くんの持ってるお金の話はともかくも、はい、やっぱり今評価されなくても、うん、10年後、うん、100年後でもいいじゃないっていう見方もとっても大事だと思ってて、うんうん、はい、さて、横道くんはこれからどのような道を歩んでいくんでしょうか。ココルームとともに。いや、ココルームとともにとはまたねあれですけど、どうでしょうね、うん、一寸先は闇ですね。でも若手として売れっ子っていうか、いや売れっ子じゃないですね。そうですか、うん、横道くんが今一番やっててなんかワクワクする仕事っていうか、なんですか。仕事にワクワクはしないですね。いつも泣きながら仕事をしています。あ、本当、うん、例えば批評の仕事とかだし、それもあるし、まあ、うん、授業のこともありますし、うん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 、ただまあ出来上がったものになんか胸を張れるようには頑張ってますかね。へえ、じゃあその泣きそうになりながら頑張ってる姿は見せない。見て楽しいものないですし、ね、いや、なんかすごい本当にね、まあ、ここにいる横道くん実物めちゃくちゃおしゃれなんですよ、まあ、毎回おしゃれなんだけど、そういうなんかこうとってもスタイリッシュでスマートでキレキレでシャープなんで、ついついそういう本人の、まあ、動揺だったり躊躇とか迷いとか、うん、それこそ努力とかあんまりこう見えない感じがしてね。あ、まあまあ、多少ミステリアスな俺の勝手に作った横道ファンタジーみたいなのもあるんですけど、いえいえいえ、実際のところはめちゃくちゃ把握しばって毎、まあ、回仕事に臨んでる感じなの。まあそうですね、やっぱりなんか相手がある仕事なので自分一人で完結しないので、例えば読む人、授業を受ける学生さんとか、うんうん、まあ、手抜いちゃったら申し訳ないですよ、ね、まあそれはね、もちろんもちろん横道くんパーフェクショニストだしね、仕事に関しては。逆になんか自分だけしか恩恵を被らない仕事みたいなのがもしあるとしたら、うん、多分僕本気出せないでしょうね。おお、じゃあさっきねちらっとお金に関しては弱いって言ってたんで一つ僕から質問なんですけど、はい、もしパトロンがついて、はい、まあ、全く生活にはもう困らない、うん、ほうほうほう、もう好きなことやって生きていきなさいみたいな環境になった時、はいはい、まず何をしていきたい。もう何もしないですよ、一日中寝倒しますよ酒かっくらって寝てもう何にもしないですね。読みたい本読んだり、全くないです。もう無意な生活を送り続けますそんなもの面白い。いやいやいや、やっぱり多分横道くんの魅力ってこの振れ幅なんでしょうねちょっとほぼもうカオティックな感じになるぐらいの授業を受けてる人はもちろん知ってると思うんだけど、彼がいわゆるそのモードに入った時っていうのはもうすごいんですよ。
まあ、僕は映画解説のとこしか知らないんだけど、ちょっとねカリスマっていうかふわーって空気が変わっていくんだけど、実はお金に困らないってなるともう酒かっくらって、はい、もう何もしないです、はい、寝て暮らすと、はい、ニートになります。そういう、横道くんだったんですね。いや魅力的だな、やっぱり今回ねココルームカフェに来てくれて、ココルームラジオにも初参加してくれて、何か横道くんの批評の文章とか何か読みたいとかなった時ーアーカイブみたいなのあるんですかね。SF マガジンにちらほら載ったりするのと、はい、あとそうですね、なんか昔、まあ、何年前だろう、 4,5 年前かな、なんかの、うん、北海道で出た、うん、北海道批評のアンソロジーみたいなけったいな本があるんですね。そこに僕はあの武田大臣の光ゴケっていう短編について、はいはい、まあ、批評を投稿しました。じゃあ それを読めば、うん、でも手に入るのかな、まあ、図書館行ったらあるんちゃいます。でもくっそ分厚い本なんで、うん、あんまりおすすめはしないですね。だそうです。横道くんは今年の後半にかけてはどんな感じですか？生き延びます。生き延びる。大学の授業がしんどすぎるので、とにかくまあ前半はもう必死で、何したか自分でもちょっと記憶が曖昧なんですね。おお、駆け抜けた。駆け抜けましたね、うんうんうん、後期こそはちょっと生活にゆとりを持ちたいですね。なるほど。でまた来年迎えられたら OK みたいな。来年は、まあ、来年でまたしんどそうなんですよね。コロナほんまさっさと収まらないですからね。あ、なんかいろいろ大変なんですね、オンライン授業がね。あ、オンラインやりにくいって言ってましたよね。いや僕がサボればいいだけなんですけどね。あ、でもその大学の授業で映画とかなんか、うん、なんでしょうね、小説の解説だけで、うん、もうその1学期通すっていうのはなんか給料泥棒みたいな気がして、うん、なるほど、うん、じゃあそこ、とにかく後期は生き延びます、全力でやって、はい、で生き延びると、はい、っていう感じですね。わ、はい、かりました。じゃあ皆さんね、ぜひあのちょっと実物見てほしい、ね、本当おしゃれでスマートでね、面白いんですよ。でもさっきの言い分ならば、僕は授業してる時だけキレッキレであって、普段はボンクラなんであって、飯食ってる僕なんて見ても何にも面白くないですよね。いやいや、このね、なんていうか面白いんです。とにかく僕はね、とにかく横道くんがしばらくココルームに来ないと、いつもあのスタッフの高橋くんに、横道くん本当に来ないねって。ストーカーですよね。ストーカーは出向いて追っかけてるわけだからね。ここで待ってるだけです。なるほど。なんですけど、まあ、それぐらい魅力的なんでね、もしあのココルームいらっしゃる人、あの運が良ければ見れます。森でユニコーンに出会ったみたいな感じで珍獣扱いですね。横道くんに出会ってほしいと思います。今日は批評家でいいんですか、批評家大学講師にしときましょう、はい、の、横道仁くんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ココルームカフェでした。こんなもんでよかったんですか。ココルームラジオ、はい、横道さん、天行さん、お話ありがとうございます。天行さんがあのキレッキレの横道さんが大好きなんだなっていうのが伝わってきましたね。横道さんはあの本当にあのすごい滑らかな語りをされるわけですね。とっても論理的なところが、ご本人もおっしゃってる通り、まあ、とってもお茶目というか、あの面白い面があってね。でそういうところもあの正直に表してくれるのが、私たちが横道さんが大好きな理由ですね。ココルームという場所では、肩書きとか、ね、立場とか、ね、上手に喋れるとかそういうところじゃなくて、それぞれの人が正直に言ってくれることが一番大事にされて、一番それが尊ばれると思います。はい、お二人の話またゆっくり聞きたいと思いますし、突然始まるかもしれない横道さんの映画解説、もしあなたがココルームに足を運んで、スクリーンに、映画がかかっていたら、そんな日かもしれません。では次にココルームの楽器シリーズです。今日は沖縄の三線です。子供が独学で弾いてますから、ちょっと調子っぱずれで頼りないんですけれども、沖縄の空や海ね、いろんなことを思いながら聞いていただければと思います。
の方にしよう。